きつくて吐いたってコメントあったんだけど大丈夫、一味お兄ちゃん大丈夫、ゲロペロペロしてあげようか、大丈夫、一味お兄ちゃんの吐砂物でバチくてもマリンはバチって思わないよ。優しいな優しいなマリンちゃん。あのさ、実はさ、気づいてた君たち、岡井先輩が教えてくれたんだけど、なんか歌うときは片耳ヘッドホン外した方が歌いやすいって言ってたから片耳外してみたんだけどさ、なんかよくわかんないんだけどさ、これ歌いやすくなってんのかな。うん、よくわかんないなこれ。うん、あんまりわかんないけど聞いてるのかなこれ。気づけるわけないだろ、何そのこと言うの。サザエの変化にも気づいてよ。今日前髪2ミリ切ったんだけど誰も言ってくれないね。あー最低。キベチさん、そサザエの変化にさ気づかないんだったらさ、よくないんじゃないの。ん、よくないんじゃないの。うん、女の子のサザエの変化に気づかないとね、女の子って発狂しちゃうんだぞ。発狂しちゃうぞ、変化に気づいてくれないと発狂しちゃうぞ。うん、めんどくさくて吐いた。大丈夫、一味のお兄ちゃん大丈夫、吐砂物ペロペロしてあげようか、ちょっと水飲もあ、エッチな声出ちゃった。水飲んだだけでエッチな声出るのやめたい、反省してます